い、どうもこんにちは、プロボーラーの水ピーです。いつもありがとうございます。今日はピンダウンボールの投げ比べというのをやってみたいと思います。今日はメーカーさんを一つに絞って投げたいと思います。ちょっと僕が持っているピンダウンのボールが少ないので、まずはよいしょ、ピンダウンでちょっとプラグしてますけど、ピンダウンでマスバイアスのないウルトラソニックとですね、ピンダウンでマスバイアスのある、マスバイアスのある見えるかな、はい、こちらがシュアドミネーション、この2つの投げ比べを1フレごとにしてみたいと思います。レーンコンディションはサイボールの1月メンテが39フィート短いので、しっかりボールを出さないと打ちミスすると折れていってしまいますというところも踏まえて、しっかりボールを出してどれぐらいの感じで動いてくるのか見てみたいと思います。それではご覧ください。どうぞ。今日はピンマイクがありません。はい、すいません、充電切れです。ということで、もう生のカメラの声だけでいきますので、よろしくお願いします。はい、まずはキスフレーム、ウルトラソニックピンダウン5インチです。いってみましょう。39フィートですね、かなり手前からボールが曲がってましたね。はい、スペアをしっかり取りたいと思います。スペアはそのまま同じくウルトラソニックで取りたいと思います。360もね、レーンコンディションによっては簡単なんですけどね、ちょっとしたスポーツコンディションに行くとめちゃめちゃ難しい時ありますから、今日は外が曲がってきてくれるのでスペアボール使わないですけど、普段難しいコンディションの時はスペアボールを使っております。はい、クースフレームシュアドミネーション、こちらはマスバイアスのあるボールですね。入ってみたいと思います。中ミスをしてしまいました。中ミスすると今日はあんな感じになります。ごめんなさい。あ、ひどいね今のは。はい、じゃあ次はまたまたウルトラソニック、さっきねど真ん中でしたのでね、今度はアジャストをしてみたいと思います。前回のねレッスン動画でさせてもらったんですけど、普通のリリースすると曲がっちゃうので、ターンを抑えめでしっかりタイトに攻めたいと思います。リリースを少し回すのを抑えて押し込むような感じに投げると39フィートのボールがしっかりいってくれましたね。ちょっと薄かったので危ないかなと思いましたけど倒れました。同じように次はシュアドミネーションを、マスバイアスのあるボールを押し込んでみたいと思います。しかもシュアドミネーションとか表面素材も強くて光ってるんでね、暴れちゃいました。はい、どっちがいいとかじゃないんですけど、まあ、使ってる頻度もね、ウルトラソニックの方がかなり使い込んでますのでね、もう動きも鈍くなってるかも分かりませんけど、はい、じゃあもう一度ジャスト行くようにアジャストしてみましょう。
力むとこれです。もう中の水、中水はダメですね。はい、でも結果が全て本当かな、コースです。まあちょっと恥ずかしい内容ですけどね、これ他のプロボーラーの方見たらまた笑われるんでしょうね。はい、よし、じゃあ今度こそしっかりシュアドミネーションでポケット当ててやりますよ。ね、今日の立ち上がり、ちょっとリリース間違えてますかね。ちょっと一回手を回してみてスペア行ってみますね。優しい曲がりなんでね、ちょっと次は工夫してみようかな。一回右へしっかり出してみた方がポケットに行くかもですね。はい、このレーン絞るのやめます。はい、ショートオイルの時はね、本当に打ちミスが命取りなんで、そこですよね。今ね、ピンもアクション出とったのに悔しいね。全ピン。緊張しましたけど取れました。さあドミネーションを今のライン投げてみてしっかりボール出ていくでしょうかね。次やってみたい、これ大事なところですね。さあ出してみます。あれが正解かな。正解見つけるまで端触れかかりましたね。で、ソニックのラスト投球ユーフレ行きたいですね。今日は39フィートなんであえてピンダウンをやってみます。ピンアップのボールね、もうほんと激しすぎるんで、行ったけどソニックのフォアの強さで倒れてくれました。ああ最後ですね、ドミネーション。僕のお友達 YouTube 師匠の笹田プロがこのドミネーションめちゃめちゃ大絶賛してますもんね。外からでも中からでもいけますよ。あれは多分外からでも中からでもいけるのは笹田君の腕も伴ってるんですけど、シードプロですからね、まあ、彼もそのうち優勝するんですよね。
掴みましたよ。はい、最初の裏2つはもう気にしないでください。こうやってアジャストできるのがプロですからね。はい、まあ、じゃあちなみにピンアップのボールは多分全然違う球ですけど、エボナイトのボルテックス大好きボール、このピンアップ投げてみたらどうなるか一回だけやってみましょう。緩やかな動き方でしたけど、まあ、フィンダウンに近いんかな、この感じだったらね。はい、最後じゃあもう一個興味ありありの投げてみたかった、フィジックス、ニュートロンフィジックスを投げてみたいと思います。256、はい、ボールの使い分けして裏もいっぱいありましたけど、なんとか新年初ゲームなんです。実は250点出ることができましたので、幸先良かったのではないでしょうかね。はい、それではエンディングに参りたいと思います。はい、皆さんありがとうございました。いかがだったでしょうか。ピンダウンのボール、ゲーム中にもお話ししましたけども、立ち上がりは速くなるんですけども、先の動きがマイルドになりますので、こういうショートオイルの時には逆に暴れなく安定してポケットをつけるので、今日はチョイスしてみました。ただし、マスバイアスのあるボールとないボールでやっぱり先の動きの変化というのは若干違いますのでね、その投げ比べも、ご覧いただけたのではないでしょうかね。ボーラーさんに応じてはマスバイアスのある方がいい時もありますし、ない方がいい時もあります。その見極めをね、これから皆さん一緒に僕と一緒に勉強して、適切なボールを選べるようなボーリングスタイルを行ってみてはいかがでしょうか。僕もね、まだまだ未熟なんで勉強していきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。本日は以上でございます。内容がよろしければグッドボタンお願いいたします。チャンネル登録まだの方、こちらのチャンネル登録ボタンお願いいたします。 Twitter、Facebook、Instagram も噛んじゃった Instagram もやっておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、これから今年もね、どんどん配信していきたいと思いますので、どうぞお付き合いよろしくお願いいたします。それでは本日は以上でございます。皆様ありがとうございました。ごきげんよう。さよなら。